いった 6.90 6秒台いきました。 S ランク、はい、では今日も世界一目指していきましょう。ミニゲームの解放どれいきましょうか。パルテナハードいこう。ハープ早取り競争取らしてよ。ハープこれ全倒し競争のステージだよな。さらに上があったと。全部倒す？全部倒さない。そこの扉に入らない。右に行き無視をし登っていき、どんどん登るね。うわ、これむずー、長むずー。まあ、いや、とにかく登っていけ。ハーブがあると理解することを諦めた。ジャンプするとちょっと変な歓声が。痛い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 。回復で、ここに入らずに右に行き、これ難しいな。痛い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 。やめてこないで。怖い。固め単眼の長いとちょっと緊張しちゃうな。次行こう。カービィのノーマル最速コピー競争。これは簡単そう。簡単なの歓迎。ダッシュ吸い込みした A++。 おーおー、 Sレベルだと思ったんですが、おう。では世界ランキング大会、種目はライネル討伐競争でいきましょう。こいつライネルだったんだね。昔から出て強い敵だと思ってたけどライネルだったんだ。いいよ。多分ね、自分でやった時もね、ここでね一発入れるんだよな。そうそうそう。痛い痛い。正面向いておけば盾がガードしてくれる。痛い。 A++ 詰めれます。ちょっと感覚としてはいいです。では特訓じゃい。じゃあ次に S 発動です。ロックブライトからで急ぞ急ぞ急ぐ。おい、一撃変だ。7秒1。さあ、着々としましたよ。一撃やめて。そっちないで、そっちないよ。死んだぞ。いった 6.90 6秒台いきました。 S ランク、まだまだ削れると思いますけど、一旦ここまでにしたいと思います。前回大会ではね、大好きなゼルダであんまりいい成績取れなかったんでね、今回はこのライネルちょっと頑張ってみたいなと思います。ぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。では今日はここまでです。あらした。